こんにちは。スマートスロワーズの金ヶ谷まれです。本日は国体の振り返りをしようと思います。まずは動画をどうぞ。Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track. Keep my head up, staying strong, always moving on. Feel I don't belong, tell my thoughts to move along. Push myself to be the best, die with no regrets. Live with every breath, see my message start to spread. And I had so many dreams, then you hit your teens. Life ain't really what it seems, try to find out what it means. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Yeah, I put out all this art, it's my only medicine. Yeah, everything I do, I'm just being genuine. Yeah, I'm sick of being screwed, feel my own adrenaline. Yeah, I do just what I do, and I hope you let me in, let me in. Yeah. Dropping all your shit, yeah, I promise this. I got promises, you ain't stopping this. Cross my shit, you'll be knocked unconscious, bitch. That's the consequence, I got this. I will not quit, man, I'm on it. Honest, I'm gonna launch quick, then I'm gone. It's just a matter of time before I'm over the climb and moving under my prime. Just quit my 9 to 5. I'm rocking, they watching, cause it's shocking. Dropping all these top 10 songs, no stopping. It's time to live my life, it's time to live my die. Wish I could slow down time and just enjoy the climb. You're the one to get it, bruh. I swear to God, I'll get it, bruh. So don't just let me get it. Yeah, let's go. Yeah, I'm the one to get it, bruh. I swear to God, I'll get it, bruh. Hey, I ain't never giving up. Yeah, I never give up. I got this, man, I got it. I will not quit, I'm on it. Never profit, got the block lit, I'm toxic. Bitten logic, make them nauseous. Honest, can I stop this? Never cautious, profit, I'm the hottest. Dark, dark, bitch, watch it. I'm the fucking king of rock, bitch. Profit, bitten hot shit. I'm dropping, chronic. I think I'm motherfucking lost it. お願い。はい、見ていただいた通り、6位入賞することができました。応援ありがとうございました。今大会は自分は8位で、8に残ることがまずできたんですけど、まあ、とてもヒヤヒヤの展開で、まあ、当初試合が始まる前は72メートルぐらいがこの8のラインになるかなというふうに思っていたので、3投目外した時点で、ああこれはダメかもなというふうに思っていて、まあ、だったんですけど、まあ、いろんなコンディションとかこういろんな人、まあ、怪我とかもありますし、いろんな選手みんな万全じゃなかったと思うので、まあ、そういった中で自分が、残ることができ、最後に、まあ、6投目で、逆転できたっていうのは非常に良かったかなというふうに思っています。
で、まあ、今回の大会なんですけど、練習棟が、まあ、練習棟ってきて普段2棟あるんですけど、1棟になったりとか、まあ、風雨が吹いたり、風が非常に強かったり、自分の場合は、まあ、4棟目が、キットに入る前にカウントダウンが始まったり、5棟目も、まあ、こっちの補助員のおじさんは行かないでいいよっていう風に言われてたら、急にカウントダウンが始まったりとか、まあ、そういったことがあったんですけど、まあ、そういった中でもどうにか6棟目にまとめることができて、まあ、自分の成長を感じることができたかなという風に思っています。まあ、一方で、まあ、最後まで会心の投擲っていうものはこう出せずに、最後の一投も技術的にはあまり良くない投擲で、まあ、もっともっといけたかなっていう風なところは正直あるんですけど、まあ、今の自分の実力は十分出すかなという風に思っています。今大会は国民体育大会だったんですけど、まあ、いつも普段僕一人でこう試合に行くことが多かったり、応援に来てくださる方いらっしゃるんですけど、まあ、そう大人数でない中、まあ、今回は長崎県を背負っての戦いで、まあ、いろんな方が応援してくれたりっていうのが、まあ、非常に嬉しくて、で、自分自身長崎県代表として出た時に、その1日目青年男子の青年の長崎の選手たちが、まあ、1点も取ることができなくて、で、夜のミーティングでこう泣いて謝る方とかもいたりして、まあ、高校生もそうなんですけど、まあ、そういうのを見て、まあ、絶対やんないといけないよなっていうふうに思いましたし、まあ、2人部屋だったんですけど、その相部屋の先輩と俺たちはどうにかするぞっていう話をしていて、まあ、こういう結果になったの で、その相部屋の先輩も、得点をすることができたんですけど、まあ、こういうのがやっぱりチーム戦の良さだなというふうに思いました。まあ、ずっと陸上ってすごい個人戦だなと思ってやってきたんですけど、大学生ぶりに、大学生の関東インカレぶりにこうチームで戦うってことを非常に意識できて、自分にとっても大きなプラスになったかなというふうに思っています。はい、今後についてなんですけど、まず自分実はですね、3ヶ月前から半月板、3ヶ月前じゃないですね、4ヶ月前ぐらいからですね、右膝の半月板をずっと損傷していて、まあ、十分なトレーニングが積めず、それとまあ違うんですけど、まあ、走ったりとか投げたり飛んだりができずに、ずっとこう補強だけやって試合に出ているというような状況で、まあ、やっぱりちょっと厳しいかなというふうに思っているので、来週すぐにもうですね、メスを入れることにしました。競技復帰までは半年以上かかるかなというふうに、まあ、見ているんですけど、まあ、当初から自分は、まあ、来年までは3年期というか、体作りに専念する年にしているので、しっかり上半身の筋トレとかはできるので、まあ、できることをちゃんとやって、また来年はちょっと日本選手権とかも諦めて、まあ、秋シーズンに合わせていくっていう方向で今考えてるんですけど、しっかりリハビリをして、競技に戻ってこれたらいいなというふうに思っています。で、やっぱり、まあ、今回71メートルという記録でしたけど、まあ、やっぱ70中盤が投げたいですね、どうしても、まずは。で、まあ、僕の目標っていうのは80中盤から後半を投げて、まあ、できれば日本記録を更新したいっていうのがこうずっとあって、世界大会で戦いたいっていうのがずっとあるので、そこに向けて、まあ、まず目の前の、まあ、僕はまだ71しか持ってないので、まだ全然実力が足りないんですけど、まずは目の前の記録を達成していくと。ただ、まあ、焦らずちゃんと体を作って、その自分の向かいたいところに、まあ、向かっていくためにできることを最大限にやりたいなというふうに思っています。はい、本当に、いい景色を見せれたらいいなというふうに思ってますので、今後とも応援のほどよろしくお願いいたします。じゃあ次の、多分そうですね、次の試合はスタートなので、いつ次に動画になるかわからないんですけど、はい、引き続き見てくださると嬉しいです。ありがとうございました。